は私が！みのり、開幕から噛むなんてある意味才能ね。みのりちゃん頑張って。私はあるアイドルに憧れて、小さい頃からその人みたいになりたいと思ってアイドルを目指してきました。でもあんまりうまくいかなくて、オーディションを受けても落ちてばっかりだったんです。だからそんな私がこの場所に立ててるなんて、今この瞬間も正直不思議な気持ちでいっぱいで。みのり、モーモージャンプを最初の頃から見てくれてる人は知ってるかなって思うけど、その頃の私は何をやってもダメで、みんなの足を引っ張っちゃってるんじゃないかって不安になったこともあって。そんなことないよ、みのりちゃん頑張ってたよ。ありがとう。私も不安にはなってたけど、アイドルになるっていう夢を諦めたくなかったし、それにモーモージャンプが大好きだったから、このメンバーと一緒にみんなに希望を届けたいと思って、私なりに必死でやってきました。でも私、みんなと活動してきて途中で気づいたんです。アイドルっていうのは希望を届けるだけじゃなくて、もらうものでもあるんだって。希望をもらうもの。それとモーモージャンプのみんなからもいろんなものをもらいました。アイドルとしての全部、心構えとか技術的なこととか、今日のパフォーマンスも愛梨ちゃんから教えてもらったものがたくさんあるんです。あとは世界のじゃなくて、いつもお世話になってるアイドルの先輩たち、ダンスを見てもらったり、悩んでる時にアドバイスをしてもらったりして、本当に感謝してもしきれません。もしかして私たちのことかしら。そんな風に言ってくれるなんて嬉しいな。それに今日関係者席に座ってくれてる皆さんにも、私たちがここに立てるようになるまでたくさんたくさん助けてもらいました。そうやって身近な人たちからいっぱいいっぱいたくさんのものをもらって、本当にみんなにありがとうの気持ちでいっぱいなんですけど、でもその中でも私が今一番この場を借りて感謝を伝えたいのは、ここにいるファンの皆さんです。私たちの活動はやっぱり普通のアイドルと違って、イベントを手伝ってもらったり、他にもいろんなことを助けてもらいましたよね。そうだ、しずくちゃんがデザインしたこの可愛い衣装も、皆さんがいなかったらお披露目できてなかったと思います。ありがとうございます。そういうことでも本当に感謝してるんですけど、私が一番元気づけられたのは、こんなアイドルとしてまだまだな私に向けてくれるみんなの応援したいって気持ちでした。みのりちゃん、私は自分でも全然足りてないなって思うことが多くて、みんなに応援されるのもおこがましいって感じなんですけど、でもそんな私にとっては皆さんがくれる言葉の一つ一つがすっごくすっごく大切で、心の中にポツポツ雨みたいに染み込んでいって、もっともっと頑張りたい
末永くよろしくお願いします。本当に嬉しいな、そんなことまで言ってもらえるなんて。それで今日私はなんだかすごく長くなっちゃったけど、皆さんにもらったものの恩返しが少しでもできるようにって、そう思ってステージに立ってます。伝わっているでしょうか。すごく感じたよ。それなら良かったです。私もこのライブを通してみんなの思いをすごく感じて、私の夢だった、私がずっと憧れてたお客さんと心をつなげるステージができたと思っています。これはここにいるみんな誰が欠けてもできなかったものです。だから会場の皆さんと、私をこのステージに立てるくらい磨き上げてくれた愛理ちゃん、しずくちゃん、そして私の憧れで夢で一生の目標のはるかちゃんに最大の感謝をしたいと思います。本当に本当にありがとうございました。みのり、ありがとう、素敵なスピーチだったよ。あ、本当？私言いたいことちゃんとまとまってたかな。大丈夫よ、だってほらみんなも喜んでくれてるわ。ありがとうみんな。私たちはみのりを除いて全員がアイドル経験者で、だからこそみのりにとっては大変なことがすごく多かったと思う。それでもがむしゃらで一生懸命だったみのりに、私もすごく勇気を、希望をもらってたよ。はるかちゃん、だから今日こうしてワンマンライブっていうアイドルとして大切なステージにみのりと立ててることが嬉しいんだ。これからも頑張ろうね、一緒に。うん、やっとここまで来れたよ。ありがとう、はるかちゃん。そうなんだよ、みのりちゃんは頑張り屋さんで、だからすごく応援したくなるし元気をもらえるんだよね。みんなにも分かってもらえて嬉しいな。でももっともっとたくさんの人にみのりちゃんの良さを知ってもらいたいな。